うございます。星耳です。今日から3泊4日家族で那須旅行に行きます。今は朝の10時で東京駅です。今からあの新幹線に乗ります。席に着きました。本当は子供は膝の上に乗せると無料なんですが、ちょっとしんどいので今回は3席取っておきました。郡山、福島、白石山、仙台。那須塩原駅の隣の黒磯駅に到着しました。まずは最初の目的地に向かいます。何？ティーサー？ティーサー？レストラン蒸気機関車に着きました。お昼ご飯食べます。あとドリンクで、食事が汽車で運ばれてきます。ホテルに到着しました。今回は子連れに人気なホテル、ロイヤルホテル那須に宿泊します。部屋に入れるまでまだ時間があるので、しばらくホテルの中を散策しようと思います。このホテルは部屋もすごく素敵そうだったし、ホテルの中に無料で遊べるスペースがたくさんあったのでここを選んだんですが、早速子供たちすごい楽しそうで本当に良かったです。あ、めっちゃ入っちゃった。部屋に入ります。今回はちょっと奮発してファミリースイートという部屋を取りました。どんな感じかというと、まずはベッドがあって、でテレビとソファーがあります。でこっちに和室があって、なんとここに子供が遊べるトンネルがあります。でこのトンネルはこっちの部屋と和室がつながっております。で水回りはというと、こんな感じで洗面台が2つあって、子供用の踏み台もあれば哺乳瓶の洗浄キットも置いてくださっていて、お風呂はこんな感じでベビーソープも置いてくださっています。あとトイレはこんな感じで、おむつゴミ箱と補助便座も置いてくださっています。その他ウォーターサーバーもあるし、ノンカフェインのお茶も置いてくれてるし、部屋に子供が壊しそうなものが全然ないので安心して過ごせそうです。夫と少しだけ晩酌をします。私たち結構子連れで今までいろんなところを旅行してるんですけど、先ほどと話してたんですけど、ここのホテル今まで行ったどこよりも子連れで過ごすのがめちゃくちゃ楽です。明日以降にまた食事とかお風呂のことを詳しくご紹介します。おはようございます。那須旅行2日目です。まずは朝ごはん食べに行きます。今から林道湖ファミリー牧場に行きます。今回の旅行ではたくさん動物に会う予定なんですが、帰った後に長男といろいろお話しできるきっかけができたらなと思って、動物の図鑑を買っておいたのでこれも持っていきます。到着しました。中に入ります。近く行っ
近くまでどうぞ。そう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 。食べてくれたね。ほらほら、どうぞどうぞ。おお、食べてるね、食べてるね、食べてますよ。いいねいいね。おお、ちょっとしっかり待ってしっかり待ってしっかり待って。そうそうそう。牛の乳搾りをします。長男怖いみたいなので、まあ、私が一人でやってきて牛乳がどこから出てくるかを教えようかなと思います。おー、めっちゃ、めっちゃ来れた牛乳。半年前に子供たちと動物を見に行った時は長男が動物をすごい怖がっちゃって全然楽しめなかったんですけど、今回は大きい動物はちょっと怖がるんですけど基本的に結構楽しんでくれてね、ほど良かったです。パパ寝る？パパが今こいでんのよ。今からみんなで大浴場に行きます。帰ってきました。パパ、長男とどうだった？やがってお風呂全然入んなかった。あ、そうなんだ。すごい大変だったこっちね、めちゃめちゃ楽しんでて、めっちゃ良かった。リラックスしすぎた。子供たちとても疲れてたみたいで2人とも7時過ぎに寝ていきました。今回の旅行は次男が結構物事が分かるようになってきてて、それで次男と長男が一緒に楽しめることが増えてきてるのでね、それがとても楽しいです。ちなみに昨日の夜は寝る直前に夫の初恋の話で盛り上がったんですが、夫の初恋の相手は小学校の同級生の小川さんだそうです。おはようございます。那須旅行3日目です。今日は残念ながら雨です。ひとまずは朝ごはんを食べに行きます。今から那須サファリパークに行きます。私たち家族は去年も那須旅行に来たんですが、その時も雨が降っちゃった時に那須サファリパークに行ったんですけど、那須サファリパークは雨でも結構楽しめる感じだったので今から行こうと思います。那須サファリパーク到着しました。このライオンのサファリバスに乗ります。乗車乗っても、ね、心配しないでください。匂い嗅いでみて、無臭です。生の動物ですよ、ね、考えてみたらもうね、女の子は4メーター止まりです。どうぞ、はい、ね、うん、食べない、君は食べない。これをね、どうぞどうぞ、はい、あ、悲鳴じゃないですか、喜びですかね。おー、怖っ。おおおお、怖っ。さあ、いやね、小さい子だ。あ、耳、耳見えたね。おお、はい、ではね、映像と上げられましたので、はい、ではね、バイバイ。おお、すごい。キリンもゾウもものすごく近くまで餌を食べに来てくれて、長男はちょっと怖がってたんですけど、でも次男すごく楽しんでいました。長男と触れ合い広場に入ります。ウサギさんだね。パオーンだね。長男が餌あげたいっていうので500円の餌買ったのに、なぜか全部私にくれます。お父さん、鼻がね、鼻で食べてるね。遊べる飯屋那須雄然さんに来ました。今日はここでバーベキューします。おいしいね。待って待って、君もあげるから、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。焼くところの雰囲気もいいし、すごい美味しくて、夫が那須に来てから一番テンション上がっております。昨日と一昨日ちゃんとお昼寝の時間をとってなかった結果、長男がもう体力の限界みたいで不機嫌になってるので、みんなでお昼寝をしようと思います。
子供たち興奮状態で全然寝ません。しばらくダラダラしようと思います。ちょっとちょっと何してんの。晩ご飯食べに行きます。今回の旅行中、私が動物に近づいたり水辺に近づいたりすると、長男が私と同じような口調で危ないよ危ないよって言って私に何か言ってくるのがね、すごい面白くて成長を感じています。おはようございます。那須旅行4日目最終日です。今日も残念ながら雨です。まずは朝ごはん食べに行きます。チェックアウトします。本当にお世辞抜きで乳幼児にめちゃくちゃいいホテルでした。で、今日は那須ワールドモンキーパークっていうところに行きます。そこは屋根もあって雨でもある程度楽しめるみたいなのでね、そこに向かいます。あとジリアンママタロ。那須ワールドモンキーパークに着きました。アニマルシアターに入ります。お猿さんと触れ合えるらしいので行ってきます。想像以上に見るとこがたくさんあって、本当はもっとゆっくり遊びたい感じなんですが、もう新幹線の時間なので駅に向かいます。黒磯駅に戻ってきました。この後は電車と新幹線を乗り継いで東京の家に帰って、で家に着いたら子どもたちは早めに寝かせようと思います。今回の旅行は遊びに行ったところはどこも本当に良かったし、何よりもホテルが本当に良かったし、あと子どもたちがだいぶ大きくなってきてお世話とかも楽になってきたので、今までよりもトラブルもなく純粋に楽しむことができました。那須は今回行ったところ以外にもまだまだ乳幼児が楽しめるような場所がたくさんあるので、また遊びに来れたらなと思います。ということで高評価チャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。